温まったわね。つま先も指先もベリーホットよ。カナ、触ってみる？本当だ、ポカポカしてる。やっぱり温泉って温まるよね。足湯が気持ちよかったな。浴衣で入れる足湯のラビリンス、とってもエキサイティングだったわよね。いた気持ちよくてハマっちゃいそう。また後で入りに行ってもいいよね。あ、射的がある。すみません、1ゲームお願いします。ナイスコントロール。カナンがこんなに射的がうまいなんてびっくりです。たまたま取りやすそうなのが狙えただけだよ。でも本当に当たるなんて思わなかったから結構嬉しいかも。今度どれをお願いしちゃおうかしら。温泉とアミューズメントが融合しているなんて一日じゃ遊びきれないかも。お祭りみたいな雰囲気もすごくいいよね。ちょっと時代劇っぽい内装も、館内で浴衣を着て過ごせるのも楽しいな。ダイヤも来られたらよかったんだけど、今回は本当に残念ね。日本舞踊の発表会に急遽呼ばれちゃったからね。でも呼ばれてすぐできちゃうのが日頃の練習の成果なんだろうね。お土産も頼まれたし、楽しんできてくださいって言ってたから、私たちで思いっきりエンジョイしちゃいましょう。そうだね、温泉もアミューズメントも遊びきれないくらい充実してるから、今度またダイヤを誘ってこようよ。ナイスアイディア。じゃあ今日はカナンと二人のデートってことで。デートか、まあ二人きりで遠出することもあんまりないからいいかもね。じゃあ今度は手裏剣投げにチャレンジしてみない？あのビッグな水風船のオブジェが気になります。いいよ、射的みたいにうまくいくとは限らないかも。だけどね。えい、オーマイガー、ワンダフル、カナンストライクです。見事に真ん中だね。あんまり気負わないで投げたのが良かったのかも。この調子で景品をどんどんゲットしていきましょう。次はあれをお願い。せっかくだからマリもやってみたら。ほら、何事も経験だよ。それじゃあカナンに教えてもらいながらチャレンジしちゃおうかしら。曲げやすいように人差し指と親指で挟んで、手元で縦に回転させるイメージで勢いをつけるといいと思うよ。 OK、 レッツゴー。すごいすごい、マリもなかなかうまいんじゃない？あのカエルのマスコット、ちょっといいなって思ってたんだ。わお、それならこれはカナンにあげる。私だと思って可愛がってね。了解、じゃあ名前はマリーちゃんにしようかな。それもいいけど、マカはどう？もしかしてマリーのマとカナンのカってこと？それいいね。じゃあ今日からこの子はマカちゃんだね。カナンと仲良くね、マカちゃん。早速次のアミューズメントへゴー。自由だけのつもりが結局またここに来ちゃったわね。アミューズメントですごくテンションが上がっちゃったからね。いっぱい汗かいたし、マリに背中を流してもらったの気持ちよかったな。カナンの背中がいつの間にか大きくなった気がして成長を感じちゃった。昔もこうして一緒にお風呂に入ってたよね。まあお風呂というかシャワーって感じだったけど。イエス、海で砂だらけになってダイヤと3人でカナンの家のお風呂を借りてたわね。うちのお風呂は地下の家みたいに広くないから、今3人で入ろうと思うとぎゅうぎゅうだろうね。そういう裸の付き合いみたいなのもたまにはいいんじゃないかしら。うん、ここだったら温泉だけじゃなくていろいろ遊べるし、汗をかいたらこうやって気軽に温泉に入れていいよね。それじゃあもっと汗をかいちゃおうかしら。マリはまだまだ遊び足りないみたいだね。まあ私も同じなんだけど。じゃあ第3ラウンドは卓球で勝負なんてどうかしら。いいね、マリと卓球なんていつぶりかな。言っとくけど手加減なしでいくよ。オフコース、温泉でリフレッシュしたマリーも負ける気がしないです。よし、じゃあ早速上がっていこっか。そうね、このままだとすぐにデューホットになっちゃいそう。どうしたのかな。改めてお風呂を眺めてみたんだけど、温泉も本当に充実してるよね。こうしてみると全部に入って思いっきり満喫したくなっちゃうな。今から泊まりがけにしちゃう。そうした
帰りの時間の心配もなしにな。いいね。でもそれは今度みんなで来る時のために取っておこうかな。そうね。じゃあ今日は二人で思いっきりエンジョイしちゃいましょう。そうだ、後で射的で取ってほしいものがあるな。いいけど、今度の時のためにマリも自分で取れるようになった方がいいんじゃない？それは今度にするわ。だって今日はカナンと二人きりのデートなんだもの。それはそうだけど、私ってマリのこういうところに弱いな。まあいっか。デリシャス。やっぱりお風呂上がりの冷たいスイーツは最高ね。クレープのアイスって珍しくていいよね。私のかき氷も美味しいよ。食べてみる？一口ちょうだい。横着しすぎ。カナンたら照れちゃってる？ちょっと顔が赤いわよ。これは温泉で温まったから。そういうマリも赤いみたいだけど。温泉にゆっくり浸かったからベリーホットなの。マリのクレープアイスもシェアしましょう。はい、あーん。自分で食べられるからいいのに。これって食べる方は結構恥ずかしいね。二人きりなんだからいいのいいの。デートをエンジョイしましょう。それもそうだね。じゃあ食べ終わったらまたアミューズメントの方に行こうか。卓球と射的と、あと縁日のヨーヨー釣りとお魚スキーにもチャレンジしたいわ。お魚すくい？あ、おもちゃの魚をすくうんだね。ちゃんと尾ひれが動くようになってるから結構難しいって書いてある。へえ、面白そう。カナンのマカちゃんのお友達になってくれるかもよ。いいね。水槽っぽい入れ物を作ってこの子と一緒に入れてあげたいな。シャイニーなアイディアね。じゃあ第3ラウンドも最高に楽しみましょう。よし、じゃあ行くよ。レッツゴー。出身